今回紹介するのは死者の帝国という本です。時代は19世紀末の1878年この世界ではフランケンシュタイン博士が生み出した技術である死者化技術の発達成功により死んだ人間にネクロウェアと呼ばれるソフトをインストールし単純作業が行えるがしかし喋ったりの動的なことはできない。 死者が満ちていますすでに死者がいないと回ることができなくなった世界の首都といえるロンドンの卒業直前の医学生ジョン・ H ・ワトソンは国家のエージェントに誘われるのですがというのが冒頭ですパラレルな世界 SF の世界を舞台としながらも現代を生きる人間の命や魂もっと言えば意識を通しての アイデンティティとは何かという壮大なスケールを扱いながらもリーダビリティを落とさないでエンターテインメント作品として仕上げている部分に伊藤作品の底に流れる同じ水脈を感じました個人的にはエピローグに最も心を動かされましたエンターテインメント性と文学性の両方を犠牲にしない完成度はさすがですし そそれこそ伊藤さんの真骨頂だと思います。以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。